ライズ・オブ・ザ・トゥーム・レイダーは2015年発売のサバイバルアクションゲーム。1996年から続くゲームシリーズであるトゥーム・レイダーのリブート作品トゥーム・レイダーの続編である。略称はロトア。当初はマイクロソフトとの専属契約をスクウェア・エニックスが交わしたことにより、x b o x ONE と XBOX360 のみでの発売がなされることとなった。 XBone XB360 版は北米では2015年11月10日、日本では同年11月12日に発売すると発表した。しかしその後、続編は次元的独占契約であることをマイクロソフトが発表し、今後プレイステーション o 4及び PC でも発売することを追加発表した。なお、PS4 版は 翌年2016年のホリデーシーズンに PC 版は同年初頭に発売することが予定されていたが北米及び全世界では2016年10月11日に日本では同年10月13日に発売することが発表された。PlayStation 4版は PlayStation VR に対応した新コンテンツ一族の系譜が追加される。 また、プレイステーション4プロでプレイした場合は 4K に対応する。また、Xbox 版と PC 版にも VR 対応を除く、同内容のダウンロードコンテンツ、20イヤーセレブレーションパックが配信された。山大国の孤島から生還したララクロフトは、孤島で目撃した不死の軍団、嵐の先森の存在から、父のクロフト卿が研究していた不死の秘密、神秘の源が、 本当に存在するのではないかと考えていた。父が正しかったことを証明するために、かつて父の助手をしていたらの反対を押し切って、父の研究所に書かれていた、予言者を追って、シリアに向かう。ララはシリアで予言者の墓と思われる遺跡へと潜入し、そこで予言者の空の棺と、神秘の源がシベリアにあることを示す手がかりを、発見する。しかし、そこに、謎の組織、 トリニティの武装兵が現れ、襲われてしまう。コンスタンティンと呼ばれる男が率いる武装兵と戦い、命からがら脱出したララは、予言者の足跡を追って、相棒のジョナマイヤバと共に、シベリアのウラル山脈に向かう。ウラル山脈を登山中、ララとジョナはなだれに会いはぐれてしまう。ララは神秘の源があるという、失われた都市、聞いてジを探して、単身で探索を進めるが、 またもトリニティの武装兵に襲われる。また、道中で自分に敵意を向ける赤髪の女性に出会い、ここから立ち去るよう警告される。その後、探索中に野生のクマに襲われ、なんとか撃退したが外貨に転落。意識を失ってしまう。意識を取り戻したララは、旧ソ連の基地でトリニティに拘束されていた。そこで、アナに再会し、彼女がトリニティのスパイであり、 武装兵を率いるコンスタンティンの姉であることが判明。その後、ララは牢に入れられるが、そこで同じ苦労に捕まっていたジェイコブという男と出会う。ジェイコブはララに神秘の源への道を教えることを条件に脱出への協力を持ちかける。二人は牢から脱獄し、武装兵と戦いながらも何とか基地からの脱出に成功する。基地を脱出後、ララは 地熱国の集落を訪れる。そこで赤髪の女性と再会し、再び自分に敵意を向けてくるが、ジェイコブの説得で矛を収める。ジェイコブはこの集落の先導者で、赤髪の女性ソフィアは彼の娘だった。ジェイコブと集落の戦士たちは、トリニティと戦うための準備を進め、ララにも共に戦ってほしいと話す。ララは神秘の源をトリニティの手に渡さないため、 戦う決意を固める。2015年のゲームズコムで、スクウェア・エニックスが誤って、リブートシリーズの3作目のゲームの開発を明らかにした。2018年9月14日に、シャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レーダーとして発売予定。リブートシリーズ3部作の完結編となる。ありがとうございます。